魔法の知識やアドバイスをデコ、あなたに優しく教えますよ。デコデコのスマホ相談室、いつもお待ちしてます。もしもし、皆さんおはようございます。元バーチャル携帯ショップ店員のガラスマテコです。テコのスマホ相談室にお越しいただきありがとうございます。今回はスマホの投げ売り情報の速報です。大人気の Google のスマホ、家電量販店で Pixel 7がついに返却なしの大特価になっていました。このチャンネルではスマホやタブレットの最新情報や格安 SIM やお得情報を幅広くお届けしています。年度末までにチャンネル登録2万名様を目指して奮闘中。ぜひチャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。しっかりパワフル、とことん便利、 Google Pixel 7。 2022年10月発売のミドルハイレンジモデルです。ソックは Google 独自のソック Google Tensor G2 を搭載。 RAM 8GB、 ROM 128GB、 アンツツベンチマークスコアは約80万、 6.3 インチ有機 EL ディスプレイ、解像度はフル HD プラス、リフレッシュレートは 90Hz、IP68、防水防塵にお財布携帯対応、強力な AI 処理が魅力な広角、超広角の二眼カメラ、7A よりも充電速度が速い急速ワイヤレス充電に、ワイヤレスバッテリーシェアにも対応、生体認証は顔認証と画面内指紋認証、文字起こし機能も人気の理由の一つですよね。残念なところはマイクロ SD、 イヤホンジャック非対応。6.3 インチのサイズにしては重量はやや重め、ドコモの 5G N79 には非対応な点が挙げられます。 4G に関してはドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルの主要周波数に対応。基本性能は Pixel 7a とほぼ同じですが、ディスプレイサイズは7の方がやや大きくなり、より丈夫なゴリラガラスピクタスが使用されていて、防水等級も上がります。カメラは 7A の方が画素数は上ですが、光を取り込むカメラセンサーのサイズは7の方が大きいので、7の方が明るく綺麗な写真を撮ることができます。そんな Pixel シリーズの価格は Google ストアだと 7A 62,700円、 7 82,500円、 7 Pro 124,300円、 25% オフのキャンペーンなど最近セールが活発になってきましたね。ソフトバンクでは 79,920円、 au、 UQ モバイルでは 68,220円が通常価格なのですが、大手家電量販店で返却なしの投げ売りでドドン。回線契約なしの端末のみの価格がソフトバンク 36,800円、 au、 UQ モバイル 36,400円になります。ソフトバンクは約 53% の割引、au、 UQ モバイルは 46% の割引ですね。 MNP や22歳以下の契約者、または利用者の新規契約なら、ソフトバンク 14,800円、 au、 UQ モバイル 14,400円となります。注意点として、ソフトバンクは一括の購入で問題ないのですが、 au、 UQ モバイルでは分割購入が必須となります。購入後一括生産はできますが、最初は分割購入が必須です。 UQ モバイルで Pixel 7の取り扱いが開始した直後にこんな投げ売りが始まるとは驚きですね。こちらの試作は家電量販店の小島やビッグカメラで確認済みです。他の家電量販店でも実施されている可能性がありますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。同じく家電量販店では Y モバイル、UQ モバイル、ドコモへ回線契約だけの SIM のみ MNP なら、最大2万円相当のポイント還元や商品券、現金の還元があったりするので、 Y モバイルなどの SIM のみ契約とソフトバンクの端末のみ購入を組み合わせて購入するのも良いと思います。また先週こちらの動画でもお知らせした Xperia 5 Mark IV の試作も継続中とのことです。ただし、テコが確認したお店では在庫がなくなっていたので、発見できた方はラッキーかもしれません。皆さんがお得にスマホをゲットできますように。このチャンネルではリスナーさんからのリクエストにお答えしたり、格安SIMやスマホのお得情報なども発信しています。ご質問やご相談は動画かツイッターのコメント欄、もしくはマシュマロにお願いいたします。おまけでやってほしいことも募集中ですよ。
サブチャンネル裏口にもぜひ遊びに来てくださいね。チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローもお待ちしています。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではでは、今日も一緒に頑張ってこう。またね、バイバーイ。